トランスフォーマーゾーン。新総司令官ダイアトラスの秘密、パワードマスターとは。やあトランスフォーマーファンのみんな、私が新総司令官ダイアトラスだ。前総司令官であるビクトリーセイバーから重大任務を引き継ぐことになった。私ダイアトラスとソニックボンバーの新しいサイバトロンは、今までのサイバトロンのパワーに加え、パワードマスターの力を兼ね備えているんだ。パワードマスターとは、エネルゴン Z の超パワーを受けてベースモードへ、そして大型ロボットへとパワードアクションのできるパワーのことなんだ。エネルゴン Z を奪うことに成功したデストロンは、地球にある超エネルギーゾディアックを狙い始めた。そして新しいデストロン要塞メトロタイタンを作り、次第次第に攻撃は激しくなっていく一方だ。しかし私ダイアトラスが新総司令官になったからには、パワードマスターの力で必ずこの地球は守ってみせるぜ。そこで今日は、このテレビを見てくれている君たちだけに、特別にパワードマスターの力を使ってトランスフォームをするパワードアクションの秘密を教えてあげよう。さらにトランスフォーマーの最新情報も君たちには教えてあげよう。敵デストロンには情報は漏らさないでくれよ。それでは話していこう。ダイアトラスフォワードアクション。スペースシャトルへトランスフォーム。主翼を両方ともに外し、足首をまっすぐにしてくれ。足の付け根の軸で足の部分を90度前に出し、補助輪を足首の裏にしまってくれ。頭、腕、胸の部分を持ち上げ、それぞれをまっすぐにしてくれ。胸の部分を持って前にいっぱいまで倒し、爪をしっかり固定してくれ。パワードドリルを機種にセットしてくれ。主翼の左右をセットし、レバーでパンチを収納してくれ。ハッチはそれぞれ閉じてくれ。これでスペースシャトルモードへのトランスフォームは完成だ。パワードアクション。本体の底にあるスイッチを動かすと、スペースシャトルが動くぞ。パワードドリルも回転するぞ。ハッチを開き、車状態のマイクロトランスフォーマーを入れておくと、スイッチを押しただけでマイクロトランスフォーマーが発射するぞ。ハッチを開き、マグナショットをセットすれば、マイクロトランスフォーマーを乗せることもできるぞ。バトルタンクへトランスフォーム。ハッチを開けておき、マグナショットは取り付けておいてくれ。主翼と垂直尾翼を取り外してくれ。本体の上半分を少し持ち上げながら、ブースターを180度回転させ、本体を元の位置にセットしてくれ。ダブルキャノンを台座にセットしてくれ。
あ、これでバトルタンクへのトランスフォームは完成だ。パワードアクション。本体底にあるスイッチを動かすとバトルタンクが動くぞ。パワードドリルも回転するぞ。ベースモードへトランスフォーム。台座とマグナショットを取り、ハッチを開けておいてくれ。足の付け根の軸で本体を動かし、腰の軸でまっすぐに伸ばしてくれ。ハッチは開けておいてくれ。肩の軸、足の付け根の軸の順番に動かしてくれ。ブースターは曲げておいてくれ。ブースターを回転させ、足首を床につくまで下げてくれ。の右を左のキャタピラの側面に、主翼の左を右のキャタピラの側面にそれぞれセットしてくれ。スロープは下ろしておいてくれ。スロープを足首の裏の穴に合わせてセットしてくれ。レーダーラップをセットし、ハッチはマイクロトランスフォーマーの出し入れに合わせて開閉してくれ。垂直尾翼、マグナショットをセットし、ガードパネルを引き出してくれ。さあ、これでベースモードへのトランスフォームは完成だ。パワードアクション。ハッチにマイクロトランスフォーマーをセットすると、スイッチ一つで発進するぞ。マグナショットにマイクロトランスフォーマーをセットすると、スイッチを入れただけで動くぞ。台座を外し、マイクロトランスフォーマーをセットすると、スイッチを押せば緊急発進するぞ。どうだった？これが私大アトラスのパワードアクションの全てだ。そして今日はさらに、私のパートナー、ソニックボンバーのパワードアクションもみんなに教えよう。ソニックボンバー、パワードアクション。ジェットモードへトランスフォーム。両腕を真横に伸ばし、両足をいっぱいまで広げてくれ。両足を回転させてくれ。かかとをしまい、つま先を回転させてくれ。両足を畳んでくれ。両腕をいっぱいまで閉じてくれ。胸カバーを開き、全体を起こしてくれ。マルカンショットをセットしてくれ。さあ、これでジェットモードへのトランスフォームは完成だ。
エースモードへトランスフォーム。パワードアクション。バルカンショットを外し、本体後部のスイッチを押してくれ。すると、ほら、自動変形するぞ。インテークマークを開き、真上に立ててくれ。機首を回転させてくれ。タワーを立て、機首を変形させてくれ。バルカンショットをセットし、マイクロトランスフォーマーを乗せてくれ。さあ、これでベースモードへのトランスフォームは完成だ。パワードアクション。スイッチをゆっくり押すと、マイクロトランスフォーマーの発進だ。ジェットモードからロボットへのトランスフォーム。パワードアクション。胸カバーを閉じ、スイッチを押してくれ。すると、自動的にジェットモードに変形するぞ。二体合体。スペースシャトルモードのダイアトラスからパワードリルを外してくれ。すると、ダイアトラス二体合体させることができるぞ。これがダイアトラス二体合体だ。どうだ、私ダイアトラスとソニックボンバーのパワードアクションを使っての変形合体。君ならもうマスターしたよな。ところで、デストロンの新しい移動要塞であるメトロタイタンも変形合体するぞ。ベースモードからロボットモードへトランスフォーム。なかなか敵ながら手強そうだな。しかしこちらには新しい仲間と必殺技を開発中だ。最新情報。彼が新しい仲間のロードファイヤーだ。彼もパワードマスターの力でロボットモードからタンクモードへ、またタンクモードからベースモードへとトランスフォームすることができるんだ。そして彼が加わったことで、私ダイアトラスとソニックボンバー、ロードファイヤー3体が合体して必殺技3体合体モードができるんだ。どうだ、これがトランスフォーマーゾーン最新情報だ。この情報とパワードアクションのやり方をマスターした君は、今日からトランスフォーマーゾーン博士だ。友達に自慢してくれ。それでは最後に、今日登場した仲間たちを紹介してお別れすることにしよう。それではみんな、また会うことにしよう。モードにトランスフォームだ。反撃はこれからだ。苦しみを乗り越えて GO! アタック!宇宙のためにトランスフォーマーゾーン、進め星戦士。